山口和之君日本維新ののの会、えー、希望の党の山口和之でございます、まあえー、宮越大臣は、所信表明において、食品中の放射性物質に関するものなど、リスクコミュニケーションの充実を図るとともに、正確で分かりやすい情報発信を行いますとおっしゃっておりました。 まあ本日はまずこのことに関して食品、福島の食品に対する風評の払拭について質問させていただきます。まあ、先週のことですが、全国新酒鑑,、えー、鑑評会というもので、えー、福島の日本酒が22点が金賞に選ばれ、えー、金賞受賞数7年連続日本一となりました。えー、福,島県に福島県民にとって まあ、県民の私にとっても非常にうれしく、またとても誇らしいニュースであり、えー、とても良い気持ちで、えー、地方紙の号外を読んでおりました。まあ、この結果はもちろん、福島の蔵元の方々の努力があって、えー、こそですが、それを応援してくれた県内外,内外の皆様のおかげでもあります。また福島県が積極的な PR を行ってきた成果でもあると思っております。えー、ただ 福島県の PR に関しては残念ながら放射性物質が含まれているなどといった根拠のない中小コメントが書き込まれ、県が全コメントを削除するという事態が起きてしまいました。まあ、このように福島の食品に放射性物質が含まれているといった話、端的に申し上げてデマは災害から8年たった今でもなくなっておらず、福島の風評被害は いいまだにゼロとは言えない状況ですこのような風評被害に対して、消費者庁では被害の防止を図るため、食品と放射能に関する消費者理解・増進チームを設置し、取り組みを進めてくださっておりますが、まあ、具体的にどのような取り組みを行ってきたのか、教え願います橋本審議官お答えいたします。 消費者庁におきましては、えー、食品中の放射性物質に関する正確な情報提供や、消費者の理解増進のため、平成23年度からこれまでに、えー、860回以上のリスクコミュニケーションを全国で行っているところでございます、えー、加えて、えー、冊子、食品と放射能 Q&A の作成などによりまして、消費者への分かりやすい情報提供を行っているところでございます。 またあの、地方消費者行政推進交付金等の活用や、えー、消費者から持ち込まれた食品などの放射性物質を検査するための機器の対応により、地方公共団体を支援しているところでございます山口君。ありがとうございますあの。正確な情報の共有というのが非常に重要で、まあ、長い手間がかかると思いますけれども、ぜ、ま、ひ、あ、こういった風評がなくなるように努力していただきたいと思います。 まあ、消費者庁には引き続き粘り強く取り組みを続けていただいて、福島の食品に対する風評を払拭していただきたいと思いますが、えー、宮越大臣の決意をお聞かせ願います宮越大臣。先ほど参考人から答弁があったようにです、ね、消費者庁では震災以降、食品の安全性について、 消費者の皆様にに正確にご理解ををいいたただく取りり組みを継続ししてまいりました私自身、昨年11月に開催をされました、食員中の放射性物質に関するリスクコミュニケーションに出席をいたしまして、また、前職である総理大臣補佐官の時にはですね、えー、訪問した各国地域の当局の関係者に対しまして、 科学的知見に基づく輸入規制撤廃を精力的に働きかけをしてまいりました、まあ、全面撤廃に至らずとも、えー、相当の分野でこの,、まあ、この規制の,このランクをこのハードルをずっと下げてもらったりですね、まあ、そういうことで一定の前進はあったと思っておりますで震災から8年が経過をした現在 職員中の放射性物質に関する意見交換会の開催地を被災地から消費地へ重心を移していると移して実施しているところであります今後とも閣僚全員が復興大臣との認識のもとでその歩みを緩めることなくより多くの消費者の皆さんが科学的知見に基づき放射性物質,物質に関する正確な理解を深め主体的な消費行動ができるよう 食品の安全確保、リスクコミュニケーションの推進などに引き続き、全力で取り組む考えです。また、国内における食品の安全性確保の取り組みを、まあ、関係府省が連携して、国内外に積極的に発信することも極めて重要であるというふうに考えております。山口君。ありがとうございます。あの福島県民も頑張っておりますので、道のりは長いかもしれませんが、ぜひとも。 風評がなくなるように努力していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。えー、さて、えー、次にあの保健機能食品について質問いたします。あのテレビや CM やあるいはコンビニのところの飲み物のドアを開けますとそこにはですね体脂肪を減らすとかですね脂肪の吸収を抑えて排出あの排出を増加させるとかです、ね 歌い文句がたくさんあったりです、ねまあ、テレビのコマーシャルでは、えー、相当、糖や脂肪がたくさんありそうなものをたくさん食べてです、ねえー、安心させるような支援もたくさん出ておるんですけれども、まあ、あの自分自身はです、ね、ある程度値段が高かろうがです、ね、食べ過ぎたときにはついつい買ってしまうところでございます。 えー、そうしないと、どうしても後悔ばっかりがあってです、ね、先に進まないところがあって、ん飲んだときにはちょっとほっとするかなというところなんですけれども、宮古市大臣にはです、ねえー、保険機能食品を購入したことがある,のかあるのでしょうか、あるとすればどのような製品を買ったんでしょうか、またどういった目的で、えー、製品を購入したのでしょうか。<laughs> まあ、そしてその製品によって、目的に対する効果は実感できたのでしょうか、それぞれお教え願います宮越大臣。職員に保険機能等の表示を行うことができるものとして、特定保険用職員、いわゆる特保や、機能性表示職員などを総称して、まあ、保険機能職員制度があり、 食品の種類としてはヨーグルトやみかん等のように日常摂取する食品形態と変わらないものから錠剤やカプセルといった形状のものまで種々あることは承知をいたしておりますあの食べたことがあるかということでいえばヨーグルトや三日日みかんは時々いただいておりますだからこうした食品はですねまずは何よりもバランスの取れた食事や運動などを前提に 節度をもって接種することでその効果が発現するものと考えておりますが、保険機能食品が消費者の選択肢の一つとして、一定の認知度を得ているというふうに考えております。まあ、あの意識的にこうしたまあ保険機能食品を選択したことはあまり記憶はないんでありますけれども、えー、まあこの効果があるかどうかについてはですね、まずやっぱり自らその バランスの、まあ、食事ですね、運動、なかなかできないんですけれども、えーまあ、そういうことが前提にあって、その上でということではないかというふうに考えております山口君、まああの。あれだけ CM で食べているところを見せられて、ですねどうでしょうかねあの、ここにいらっしゃる皆さんは実感されたんでしょうか。 えー、ほとんどうなずく方はいらっしゃらないと思うんですが、私の周りでは結構、正直言って、実感したという人はほとんどいないですね、えー、我が家では間違いなく実感はしていないようです、<laughs> まあその今日はです、ね、その原因がどこにあるのか解明するためにもです、ね、保険機能職員について、いろいろと質問させていただきたいと思います。 まずあの、保険機能食品にはどのような種類があるのか、それぞれの概要とと,ともにお教え願います橋本審議官。お答えいたします、えー、食品に保険機能等を表示して販売することのできる食品として、えー、保険機能食品がありますが、これはあの特定保険用食品、それから機能性表示食品、そして栄養機能食品の3種類がございます。 まず特定保険用食品、いわゆる特保でございますけれども、科学的根拠に基づいて機能を表示した食品でございまして、食品ごとに有効性や安全性について個別に審査を行い、消費者庁長官が許可しているものでございます。 それから機能性表示食品とは食品関連事業者の責任におきまして科学的根拠に基づいた機能を表示した食品でございまして販売前に安全性及び機能の根拠に関する情報が届け出されたものでございます。 栄養機能食品とは、一日に必要な栄養成分が不足しがちな場合、その補給・保管のために利用できる食品であり、すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量を含む食品であれば、特に届出等しなくても、国が定めた表現によって、機能を表示することができるというものでございます。山口君。はい えー、そもそも食品については、機能等の表示ができないことが原則となっておりますが、その趣旨はどこにあるのでしょうか、また、栄養機能食品、特定,機能特定保険用食品、えー、機能性表示食品において、まあ、機能等の表示を認めることとしているのはなぜでしょうか、もう一度伺います橋本審議官。 お答えいたします。食品表示法に基づく内閣府令でございます。食品表示基準第9条第1項第10号におきまして、 保険機能食品以外の食品にあっては、保険機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能、および特定の保険の目的が維持できる旨を示す用語、食品の容器包装に表示してはならないという旨の規定がございます、えー。特定の保険機能を有する成分を摂取することを目的とした食品は、適切に摂取すれば国民の健康の維持、増進等に寄与することが評価できる反面、不適切な表示や摂取方法 ななどにより、健康を損なうれれも考えられます、えー。こうしたことを踏まえまして、消費者に正しい情報の提供を行い、消費者がみずからの判断に基づき、食品の選択を行うことができるよう、特定保険用食品、機能性表示食品、栄養機能食品からなる保険機能食品に該当する食品のみに、えー、保険機能等の表示を認めているということでございます。山口君。 それではあの現在、販売されている栄養機能食品の数、許可されている特定保険用食品の数、えー、届け出されている機能性表示食品の数はそれぞれいくつ、いくらくらいあるのか、お教え願います。橋本審議官 お答えいたします、えー。本年5月17日現在、特定保険用食品の許可等件数は1067件、それから機能性表示食品の公表件数は1870件となっております、それから、えー、栄養機能食品はあの許可や届け出を不要とする制度でございますため、えー、消費者庁において、えー、販売されている食品の数は、えー、把握していない状況でございます。 山口君保険機能食品において、まあ、機能等の表示を認める際には、医薬品等とは異なり、適正製造規範、GMP に適していると認定された工場で製造されていることが要件等はされておりませんが、それはなぜでしょうか、お教え願います。橋本審議官 保険機能食品制度におきましては、まずあの栄養機能食品につきましては、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が定められた上限値および下限値の範囲内にあることが要件となっておりまして、またあの特定保険用食品については、えー、許可申請にあたり、品質管理の方法に関する資料の提出を求め、安全性や効果についての審査に利用されており、それから機能性表示 食品については、食品表示基準に基づき、生産、製造および品質の管理に関する情報を届け出る必要があり、いずれも一定の品質管理が図られる仕組みとなっているので、こういう制度としているところでございます山口君、えー。保険金の食品においては、その他の食品よりも、まあ、一層厳しい品質管理が期待されているところと思いますので、まあ、消費者庁としてその点もしっかりと監督していただきたいと思います。 日本人にとっても正確な理解が難しい保険機能食品ですが、まあ、栄養機能食品、特定保険用食品、機能性表示食品としての表示がある食品を海外で販売することはできるのでしょうか橋本審議官お答えいたします。 ご指摘の保険機能食品制度は、食品表示法等に基づく国内の制度でございます、従いまして、諸外国においては各国で定められた法令がございますので、それに反しないように対応していく必要があるということでございます山口君。ちなみに健康食品への機能等の表示について、諸外国ではどのような規制が行われているのでしょうか橋本審議官。 お答え申し上げます、えー、例えばアメリカにおきましては、栄養補助食品健康教育法に基づき、えー、米国食品医薬品局、FDA でございますが、FDA の届け出等、一定の規制の下、事業者の自己責任において製造機能表示があ、失礼しました、構造機能表示が可能となるダイエタリーサプリメント制度がございます。 また、EU では申請者から提出された資料に対する欧州食品安全機関、EFSA でございますが、EFSA の審査結果を踏まえ、欧州委員会の決定に基づいた保険機能等に関する表示が可能となる制度がございます山口君。国や地域によってさまざまな規制がなされているところだと思うんですが、まあ、例えば日本で特保の許可を受ければ、 自動的に他の国や地域においても、機能等の表示ができるような仕組みが実現されればです、ね、日本の健康食品が世界的なブランドになることもできる可能性があると思われますので、ぜひそういったことも検討いただければと思います。えーまあ、私もそうなんですけれども、保険機能食品を購入し続けてても、なかなか効果が実感できないという人はかなりいる多くいるはずです。 健康・保険機能食品について、消費者から効果,効果がないなという理由に相談があった場合、消費者庁としてはどのように対応しているのか、お教え願います橋本審議官 お答えいたします。えー、ご指摘の保険機能食品につきましては、その類型に応じた一定の科学的根拠に基づいて、食品の保険機能等の表示ができるものでございます。えー、しかしながらあの、これらはあくまで食品でございまして、医薬品のような効果を示すものではなく、えー、バランスの取れた食事や運動などを前提に、節度を持って摂取することで、表示されている効果が期待できるというものになります。このためあの消費者 社長としてはあーご指摘のような消費者から効果が認められないとの申し出につきましてはまずはあの今申し上げました保険機能食品制度の趣旨をご説明してご理解いただいているところでございますまたあの消費者からの効果が認められないとの申し出についてですね例えばあの同一製品について多数寄せられるなどの状況ですねそのような状況によっては疑義情報として扱い事業者に対し 科学的根拠に関しての確認を求めることになるというふうに考えております山口君、はいあの。組み合わせないと効果がないという、<laughs> それをしっかりあの、多くの人は知らないと思います。まああの 単に主観的に効果が感じられない、まあ、客観的にも体重計とかありますから、客観的にも感じられないだけではなく、実際に効果が全くないようなものもあると思われます。まあ、そのような保険機能食品については、消費者庁としてはどのように対処しているのでしょうか、まあ、これまで許可が取り消された特定保険用食品の数および主な理由取り消し、取り消すことになったきっかけを踏まえてお教え願います。 これまでに特定保険用食品の許可を取り消した事例については平成28年9月に行った6製品がございますこのうち4製品につきましては関与成分が規定値を下回っており適正量を確保するメドが立たないということそれから2製品については許可時に関与成分とされていた成分が含まれていないことがりま 確認されたということが事業者から報告されましたことから、特定保険用食品としての要件を満たさないと判断して、許可の取り消しをいたし、ま、行ったところでございます、えー。当該事案のように、許可時に問題がないことが確認されていましても、その後の何らかの変化があり、えー、機能性の表示に影響を及ぼすことがあることを踏まえまして、えー、特定保険用食品について、許可後に新たな知見を入手したときは、消費者庁に 報告を義務づけるとともに、市場に流通している特定保険用食品や機能性表示食品を買い上げて調査を実施しているところでございます。 また機能性表示食品につきましては、えー、安全性や機能性の科学的根拠に関する情報を公開することで寄せられる疑義情報も活用しまして、消費者庁において内容を確認の上科学的根拠に基づかないことが明らかとなった場合には、当該届出食品は機能性表示食品としての要件を満たさないこととなるため、事業者等に対して、えー、撤回届の提出を促すこととなります。 山口君保険機能食品については、許可や届け出の際のチェックだけではなくて、まあ、そ,の後のその後においても、本当に品質が保たれているのかどうか、表示しているとおりの機能があるのかどうか、ぜひしっかりと監督をお願いしたいと思います。えー、保険機能食品については、制度が複雑で分かりにくいという国民も少なくないと思いますし、 まあ、効果を期待して裏切られたと感じている国民も多くいると思います。まあ、制度を分かりやすく説明して周知徹底することと、企業などによるよる過度な宣伝広告を控えることが必要とも考えますが、まあ、制度自体のブラッシュアップも重要かと思います。えー、消費者庁としては、今後どのように、えー、保険機能食品を扱っていくつもりでしょうか、三越大臣のお考えをお聞かせ願います。 宮越大臣消費者庁といたしましては、これまで消費者団体や事業者団体など、関係者からの意見も踏まえ、消費者の皆様の選択に資するよう、累次にわたり、機能の表示ができる対象部成分の拡大や、製品に関する情報公開の充実を図るなど、保険機能職員制度の運用改善を行ってまいりました。 食品は私たちの生活のもといでありまして保険機能食品を含めて消費者の皆さんが適切に食品を選択することができるようしっかりとした環境を整備していくことが重要であると考えております消費者庁といたしましては引き続き制度の普及啓発をに努め保険機能食品制度全体が消費者の自主的かつ合理的な食品の選択や 消費者の健康の保護および増進に資するよう、本制度を適切に運用してまいりたいというふうに考えております山口君。はい、あのー、健康寿命の延伸にもし資するものとして、えーまあ、それなりの活用ができるものだとすれば、ですね今、誤解されている、まあ、日本の国民はたくさんいると思いますので、それをどういうふうに使って、どういうふうに。あのー まあ活用して健康を保つかということができるんであればですねこれしっかりちゃんとお伝えしていただきたいと思います、えー、よろしくお願いいたしますまあ最後に e スポーツについてお伺いしますまあ e スポーツは近年世界的な盛り上がりを見せておりオリンピック種目として検討されていると,との報告もなされておりますがしかし日本では名だたるゲーム会社が数多くあるにもかかわらず e スポーツ 更新国とも言われております、えー、その原因の一つとしては、日本では景品表示法の規制に抵触することを恐れて、 e スポーツ大会の賞金が諸外国と比べて著しく低廉な十万円に抑えられ国民の注目を集めるような話題性のある大会が開かれてこなかったことにあるのではないかと聞いております政府参考人にお伺いします e スポーツの賞金はどのような場合に景品表示法の景品表示法の 景品に該当するとして規制を受けどのような場合に該当せず規制を受けないのでしょうか明確な基準をお示し願います小林審議官お答えいたします、えー、景品表示法では景品類の最高額や総額等を規制しておりますけれども、えー、景品表示法上の景品類とは、えー、顧客を誘引するための手段として、えー、事業者が自己の供給する商品サービスの取引に付随して提供する 物品金銭その他のの他経済上の利益と定義されておりますただしあの、この景品表示法の運用基準におきまして、まあ、取引の相手方に提供する経済上の利益でありましても、仕事の報酬に当たる金品の提供は景品類に該当しないということを明らかにしております。 あの一般に現在行われている e スポーツ大会ではです、ね、多数の観客、視聴者が各ゲームの参加者の競技を見て楽しんでいるとの実態があると承知しておりまして、例えばこのような興行性のある大会における上位者に対する賞金といったものにつきましては、仕事の報酬と見ることのできるものであることから、景品表示法上の景品類に該当しないというふうに考えられるところでございます山口君。 えー、e スポーツについては賛否両論ありますが、私はあの障害のある方や高齢の方も、まあ、始めやすく続けやすいものであり、日本でも大いに盛り上がってほしいと思っています、えー、景品表示法によって、日本の e スポーツの発展が阻害されているということはあってはならないと考えますが、消費者庁としては今後、どのように e スポーツを扱っていくおつもりでしょうか、えー、安藤政務官にご説明をお願いします。 安藤内閣府大臣政務官はいお答え申し上げます e スポーツは日本の魅力が世界で評価されるクールジャパンの一つとなりうるものと認識されていると承知をしておりますえ。関係各省や業界団体等において、その健全な発展のための適切な環境整備を行うことが求められているものと考えております。これまで消費者庁では e スポーツ大会の賞金に関する景品表示法上の考え方について、関係各省や業界団体等に対し説明をてます。 説明をしてまいりましたが引き続き丁寧な対応に努めてまいりたいと考えております山口君日本での e スポーツの発展に向けた取り組みぜひお願いしたいと思います以上で質問を終わりますこの際委員の移動についてご報告いたします 本日、尾辻秀久君が委員を辞任され、その補欠として、自見花子君が選任されました。